皆さんこんにちは。今日はイエス様の復活というタイトルでメッセージをさせていただきます。それでは最初に一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父様、愛する主イエス様、このメッセージをありがとうございます。お一人一人に今日のメッセージがよくわかるように神様どうぞ語っていってください。祝福してください。はじめにあたり感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、今日の御言葉をご一緒に最初に読んでいきたいと思います。今日は新約聖書マタイの福音書28章6節です。それではご一緒にせーので読みましょう。せーの。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。マタイ28章6節。はい、ありがとうございます。今日はですね、タイトルはイエス様の復活ということでお話をさせていただきます。突然ですけれども、皆さん今日4月の17日は何の日かお分かりになりますか？今日はですね、復活祭、復活祭であります。この復活祭っていうのは、イエス様が十字架で死なれた後3日目によみがえられた、そのことを記念して祝う日です。ではイエス様はどのようにしてよみがえられたのでしょうか？今日はそのことについてこれからご一緒に見ていきましょう。イエス様は私たち一人一人の人間を罪から救うため、今から約2000年前に私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださいました。イエス様が十字架で死んでお墓に葬られた次の日のことです。ユダヤ人のリーダーである祭司長やパリサイ人たちがローマ総督のピラトというお役人のところにやってきて、このようなことを話しました。朝からすみません、気になることがありまして。実はあのイエスという男は、私は死んでも3日目によみがえると言っていました。まさかそんなことはないと思いますが、あの者は人々の病気を治したり、死んだ人を生き返らせたりした人ですからね。イエスの弟子たちがお墓からイエスの体を盗み出して、イエス様はよみがえられたと言いふらすかもしれません。するとそれを聞いたピラトは、それならば見張りをつけようと言って、ローマの兵士兵隊にお墓の番をさせることにしました。ちなみにその頃のユダヤ人のお墓は崖のようなところに横穴を掘って作ったもので、お墓の入り口は大きな石で塞いでありました。武器を持ったローマの兵士たちがそのお墓の前に立って、昼も夜も交代で見張りをすることになりました。こんな感じですね。一方、エルサレムの家に閉じこもっていたイエス様の弟子たちは、イエス様の体をお墓から盗もうなんて全然思っていませんでした。イエス様がかつて私は3日目によみがえるとおっしゃっていたことも忘れて、イエス様がお亡くなりになったとただ悲しんでいたのです。さて、イエスがお墓に葬られてから3日目の日曜日になりました。朝早くにイエス様の弟子の女性の弟子たちがお墓の方へ向かいました。それはマグダラのマリアたちです。彼女たちは十字架で亡くなったイエス様の体に香料を塗って差し上げたい、手厚く丁寧に葬って差し上げたいと思ったからなんですね。彼女たちはお墓の入り口を塞いでる大きな石をどけてくれる人がいるかしらと話しながらお墓に着きました。すると突然グラ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 
大きな地震が起こりました。でですね、神様の使い天使がお墓の入り口の石を動かしてその上に座ったからなんですね。その姿は眩しく輝いていて、服も雪のように真っ白でした。お墓を見張っていたローマの兵士たちはその様子を見てびっくりして震え上がり動けなくなってしまいました。御使いは女性の弟子たちにこう言いました。イエス様は前から言っておられた通り蘇られたのです。そして御使いはこのことを他の弟子たちに伝えるようにとマリアたちに言いました。そしてマリアたちは恐れながらも大喜びでお墓から走り出しました。するとその時です、おはようとマリアたちに呼びかけて現れた人がいました。それはなんとよみがえられたイエス様でした。マリアたちはイエス様の足を抱いて心から礼拝を捧げました。イエス様は彼女たちに優しくこうおっしゃいました。恐れることはありません。兄弟たちにガリラヤ行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。一方、今まで恐れて固まってしまっていたローマ兵士たちでしたけれども、動けるようになって、やっと動けるようになって、慌てて町へ行き、先ほど起こった出来事をユダヤ人のリーダーたちに伝えました。それを聞いて驚いたユダヤ人のリーダーたちは、これは一体どういうことだ、これからどうする、とみんなで話し合いました。そしてその後ユダヤ人のリーダーたちはローマの兵士たち万兵たちにたくさんのお金を渡してこう言いました。こんな感じですね。夜イエスの弟子たちがお墓へやってきて、自分たちが眠っている間にイエスの体を盗んでいった人々に言いふらしなさい。あなたたちローマの万兵たちが総督ピラトから怒られることがないようにうまくやるからと言ったのですね。そこでお金をもらったローマの万兵たちは町へ出て行って、イエスの弟子たちが墓からイエスの体を盗んでいったとユダヤ人たちに嘘のニュースを言いふらしたのです。このようにユダヤ人のリーダーたちはイエス様がよみがえったことを隠そうとしました。それは自分たちがイエス様を十字架につけたので、自分たちの立場が悪くなるのを恐れたからなんですね。しかしイエス様は十字架で死なれた後3日目に本当によみがえられたのです。弟子たちは本当によみがえられたイエス様に出会い、弱っていた信仰が強くされて、その後迫害や殉教などの困難にもひるまずに恐れずに命を懸けて喜んで救い主イエス様のことを、福音を多くの人々に伝える人へと変えられていったのです。それではよみがえられたイエス様に出会って弟子たちが喜んで世界中の人々に伝えていった良き知らせ、福音、グッドニュースをこれから皆さんにお伝えしたいと思います。皆さんお一人一人は神様からとても愛されています。神様は皆さんお一人一人のことを本当にとても大切に思っておられます。ところで人間は皆神様の前では罪人です。というと、私は殺人とか盗みなんかしたことないですよと、だから私は罪人ではないと言われる方がおられるかもしれませんね。でも聖書では例えば他の人のことを妬んだり高ぶってしまったり、そういったことも聖書では罪と書かれてあります。とすると、ああ私も確かに罪人だと思うわけです。このように人間は皆神様の前では罪人なんですね。罪があると罰を受けなければなりません。
でも憐れみ深い神様は私たちを罪から救うために今から約2000年前にイエス様を救い主としてこの地上に遣わしてくださいました。イエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり、本当だったら私たちが受けなければならなかったはずの私たちの罪の罰をイエス様が十字架の上で代わりにすべて負ってくださったのです。そしてイエス様は十字架で死なれましたが、死を打ち破り3日目によみがえられたのです。そして今も生きておられます。ですから神様の前で罪を悔い改めて、このイエス様を私の救い主と信じ告白するならば、恵みによって私たちのすべての罪が許されて、永遠に神様と共に神様の祝福の中を歩める命、永遠の命が私たちに与えられます。そしてこの地上で息を引き取った後も、私たちは天国に入れていただくことができるのです。ですからぜひ罪は悔い改めて、この救い主イエス様を信じましょう。イエス様は今も生きておられ、私たちを導き、私たちを本当に生かしてくださるお方です。ですからぜひこの救い主イエス様を信じて、いつもイエス様と共に歩んでいきましょう。そして神様からの恵みをいただいて、日々前向きに進んでいきましょう。それでは今日の御言葉を最後に一緒に読んで終わりたいと思います。それではもう一度せーので一緒に読んでください。せーの。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。マタイ28章6節。私たちはぜひ救い主イエス様を信じて、いつもイエス様と共に歩み、神様の恵みの地をさらに歩んでいきましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天の父様、愛する主イエス様、今日のメッセージをありがとうございます。救い主イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださり死なれましたが、3日目によみがえられました。そして今も生きておられます。私たちはこの素晴らしい救い主イエス様を信じ、いつもイエス様と共に歩み、神様の恵みのうちをまっすぐに歩んでいくことができるように助けていってください。お願いいたします。今日の学びをありがとうございます。すべての栄光を神様にお返しします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。